どうも皆さんこんにちは、シュウシャです。ということで本日なんですけれども、今日のリアタイやっていきたいと思います。はい、ということでお久しぶりでございます。ということで7月1日から動画投稿を再開したいと思ってこちらの動画撮っております。ということで早速試合やってるんですけれども、なんと相手が名人2位ということで私の格上でございます。ということで、いやーここね、で相手打率も高いしランク戦の順位もね、な3桁入ってるんで、ここちょっと注意したいなと思ったんだけど、ここボール球ヒットでしたね。ありがとうございます。はい、ただ僕も今のところですね、ランク戦のランキングはねいいところに入ってるので、まあそこの部分ではねいい感じに試合できるかなと思ってるんですけれども、まあ今回アップデート入ってですね、特に外角の球引っ張ると全然飛んでいかないよっていうのがあるんですけど、打っちゃった打っちゃった。はい、ということでもう二軒先生でございます。まあね、外角の球を引っ張ると打球が飛ばなかったり、ベストピッチだと打球が飛びにくかったりするのかなっていうのがあると思うんですけれども、そこを注意しつつ内側の球は引っ張って外の球は流すぐらいのイメージで打ってます。はい、まあもともとねそんなに外の球に対して無理やり引っ張るっていうバッティングしてなかったんで、そんなに苦にはならないんですけど、どうしてもねセンターから引っ張り方向の、ああでもこれはね、そうこれホームランになったんだけど、これ多分ね打球的にセンター方向なんだよ。あのよくあるじゃん、センター方向にヒット打てとか流し方向にヒット打てみたいなイベントで、あれで言うと打球角度的にはセンター方向に入るから多分あれ飛んでったんだと思うんだよね。というので4点先制でございます。ありがとうございます。相手4割9分2厘ぐらいだったんで、もっと点取ってかないとっていう感じだったんだけどね。でそうそう、さっきも言ったけどアップデートで外角の球引っ張れなくなっちゃったから、どうしてもこれからのなんて言うんだろうな、イメージとしてこんな感じで、あの外の球に対して逆方向に対あの打っていくっていうのが必要になってくると思うんですよね。そういった時にどうしようかってなったら、やっぱり流し打ちどうやって打つのっていうのにコツがあると思うんですよ。まあ、僕はもう1年間以上外の球に対して流し打ちをするっていうのに慣れてきているんで、無意識にできるようにはなってきてるんだけど、まあ今までずっと外の球を引っ張ってきたよって人に対してはね、ちょっと今すぐこれを流し打ちできるようになるというのは難しいと思うんで、どこかで流し打ちのコツっていうのを動画上げたいと思いますんで、なんでこれちょっとまた別で流し打ちのコツっていうので動画上げたいと思います。相手高梨投手なよね。で意外とね俺スライダー打つの苦手なんよ本当。うん、でこれはそう、これ外の球を引っ張ると今みたいな感じで打球が失速してレフトの正面のフライになりますということですね。さあということで1回の表4点先制だったんですけれども、相手の打率が5割近いということで、ここちょっとまあ3点くらい覚悟かなっていうイメージでダルビッシュ投手で投げていってました。でこれですよね、あのアップデートでまあ治るって言われてるんだけど、投球した瞬間にカーソルが動くってやつ、まあこれはまあ正直なんで動くんだよみたいなのもあると思うんだけど、これアップデートの前から動いてたよね。あの見えてないだけで、可視化されてないだけで、ベストピッチでもナイスピッチでも多少ブレてましたよね。あのそれが見えてるってだけなんで、そんなに基準する必要はないと思う。だからあのタイミング的に投げた瞬間にやべえストライク入ったって分かるのか、投げたこの後にストライクってなったってのが分かるのかってだけなんで、打たれるって思う瞬間が早くなっただけだと思うんで大丈夫だと思います。うん、主流はね外もね使ってっていうのが今のピッチングの主流なんで、ただここね引っ張り警戒しちゃってたんだよね。で相手も流すイメージがあるのか逆方向に打ってきてるんで、ここちょっと逆に外の球を安易に投げると逆方向にホームラン打たれるっていうのがあるんで、ここはしっかり内も外も攻めつつ、でここはスプリットの高さにツーシーム投げてます。はい、あっこに多分スプリット打ってたら多分待ってたんだろうなあれ。ということで2回表でございます。はい、ということで安定の初球打ちでございます本当にスライダーが苦手だよね。うん、なんでこんなスライダー打つの苦手なんだろうってぐらい苦手なんですけど、だから西口投手とかもあんま得意じゃないよねスライダーの。うん、ということでもうあっという間に2アウトでございます。
まあ、相手の打率が高えんで、ここでもう2点ぐらい取っとかないと、さっきはたまたま打ち取れたっていう可能性があるんで、ある程度打っておきたいところでございます。さあ、そして王さん、もうそろそろね、2900じゃねえ、なんだっけ、この去年のシリーズ2だ、3500の期限が近づいてきてるということで、新しいファースト、そしてサードをね、手に入れないといけないんだけれども、まあサードは岡本さんいるし、村上くんもいる、あ、だからファースト村上くんにしてもいいんだけど、そこが重要ですよね。やっぱどうしてもね、シリーズ古くなると特殊能力が出ない時が、本当に A ランク使ってんのかってぐらいゴリゴリに減らされる時があるんで、そろそろシリーズ新しいものにしていきたいし、まあ可能であればスピリッツ解放も視野に入れていきたいなと思っております。まあただノリさんは毎年 OB で出てるんで、今年も OB で出たら取り行こうかなぐらいのイメージですね。さあ村上くん、さあでこれも綺麗に外角の球を流し打ちでございます。相手高橋優希さん、スクリューボールですね。まあある程度対戦慣れしてるんで、シンカーのと投球っていうのは、うん、なんとか焦られたって感じですかね。でここで森脇さんはナックルカーブとフォークかな、で大ピンチ出てるんで、フォークがえぐい落ちるんですよね、うん、なんでそこを気をつけないといけないですね。でカーブもすごく曲がる。でここで大事なのが、インコースにスライダー切り込まれると結構きついなと思ったんですよね、このタイミングで。それだとめんどくせえなと思ってて、スライダー意識しながらフォークを打つって感じかな、うん、あれ多分フォークが低く落ちてたら、多分あれ普通にゴロでしたね。ただ相手がちょっと球が高かったんで助かりました。でこれも、うん、あの高さからカーブ来るかなってとこで待ってましたね。で相手が宮西投手、タイピンチつかなかったんでラッキーですね。で森さんなんだけど、俺意外と森さんで打つの苦手なんよね。っていうのも、森さんで打つときなんか知らんけど、ストレート系の球がすごく詰まるんよな。森さんと俺の相性はあんま良くないよね。え、ボールってこれストライクでもおかしくないけどな、これちょっと相手かわいそうだったなと思いましたね。でこれホームランかなってところで切れましたね。惜しいです。うん、でこれはまあ入れてきたんで打ちましたって感じでした。8点目です。ありがとうございました。